の観測。地球はとても豊かな惑星で、さまざまな環境や資源、さまざまな生物が存在しているんだ。この中で僕たち人間は僕たちの惑星についての知識を深めようとしてきたんだ。大地、海洋、大気、電離層、雪氷圏、地下層など、さまざまな環境があって知ることがたくさんあるんだ。このため地球をさまざまなレベルで観測できる計測装置は、人類を豊かにして地球の環境を守ることができるんだ。我々は地上で人科の先祖から進化を重ねてきました。我々は大きな社会を築き、我々の生活のために環境を整えることを続けてきたのです。これからも正しく環境を管理するため、過去そして現在にどのように環境を変えてきたのかをよく理解することが重要です。衛星に搭載する計測装置は、地球の大地についての局所的または地球全域的に役立つ様々なデータを収集します。地球環境の現象は全てがつながっているから、地球の環境を理解するためには全ての現象を観測する必要があるんだ。衛星計測装置は立ち入ることが難しい山や森林でも情報を集めることができて、この情報は地上で起こる現象が地球環境の変動にどう貢献するのか、そしてどう反応するのかを解析することができるんだ。光学イメージング。光学センサーは地球が反射する太陽光を解析して、地面の状態や植物の種類を観測できるんだ。このセンサーは目に見える可視光での観測もできるし、目に見えない近赤外線、中間赤外線や偏光も観測できるんだ。地面や植物の状態を観測することで、農業の効率を増したり、森林を管理したり、鉱物を探したり、都市部や工業区の計画をしたり、洪水や干ばつについての研究もできるんだ。マルチスペクトル画像。スペクトルとは色のことで、マルチスペクトル画像は物体をさまざまな波長で観測することで作ることができるんだ。例えば赤色の波長、青色の波長、緑色の波長で観測することだね。観測したデータで画像を作るときには、それぞれの波長を単体で映し出すとモノクロ画像になって、3色を同時に映し出すことでカラー合成画像になるんだ。赤外線など目に見えない色を合成する場合は疑似カラー画像と呼ばれるんだ。こういった疑似カラー画像を解析することで、土や植物の種類や都市部、雪や雲、火事や鉱物が識別できるんだ。レーダー散乱と平行測定。開口合成レーダー画像では、イメージングしている物体が反射する信号は、さまざまな物体が反射した信号の合計なんだ。開口合成レーダーを使うと、深い森林でも木の枝の一本一本まで観測できるんだ。他にも信号の位相や偏光面を詳しく観測することで、土や植物の状態などさらに細かく観測できる方法もあるんだ。マイクロ波放射測定。マイクロ波放射計は、物体の温度が絶対0度を超えているため、自然に放射する電磁エネルギーを 1GHz から 200GHz ほどの範囲で測定するんだ。地上では放射される信号は、植物のバイオマスや表面温度、雨や雪が降っているかどうかなどによって決まるから、これを測ることができるんだ。この他にも地面の土壌水分がわかるんだ。これは地面と大気の水分とエネルギーの循環を研究するためにとても重要な情報なんだ。地上を観測する計測装置は衛星だけでなく、地上や大気球、ヘリコプターや飛行機などにも乗っているんだ。これらのデータを組み合わせることで、正確な3次元的なデータを合成することができるんだ。